ほう。気分が乗ってきたぜ。おいおい、大丈夫かよ。支えてやっから、一回これを下ろしな。え？ああ、すみません。よっと。すみません、ありがとうございます。思ったよりも、これ重くて。いや、気にすんな。あんた、人気の歌手なんだろ？スタッフだっているんだし、そんなに体張らなくても任せちゃっていいんじゃねえのか。怪我してウクレレ弾けなくなったら元も子もねえだろう。まあそうなんですけどね。今日のイベントは急遽開いてもらったもので、スタッフさんも多くないからあんまり負担をかけたくないなと思ってたんですが、確かに僕が怪我をしたら意味ないですよね。いいやつなんだな、あんた。人気が出ても天狗にならないで周りのスタッフたちを気遣えるってのは立派なもんだ。別にそんなことないですよ。いやいや、そんなことありますよ。え？マッシュさんはいつも手伝ってくれるじゃないですか。でもステージで十分頑張ってくれたんですから、これからは僕らスタッフが頑張る番ですよ。今はゆっくり休んでいてください。いや、なんか落ち着かなくて。でもすみません。それじゃあ今日は甘えさせていただきます。あなたもさっきはありがとうございました。よかったらまた演奏見に来てくださいね。おう、また寄らせてもらうぜ。頑張れよ。
マニングスデーなんで。いいぜ。はい。
なあ。いえ。ほう。なんだ？はい。へえ。いえ。はい。
ありがとうございます。いや、よ、はい。おう、そうだ。
How's it going? Hey.
よ。ありがとうございます。おう。疲れてないか、ピート。うん、大丈夫。みんな楽しそうだね。おめえは楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。でも、やっぱり、はあ、それじゃあ、最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがとう。最後の曲はずっと僕を応援してくれていて今一番勇気を必要としている人へ送る。ワイルドロックだ。え、何？どういうこと？ライブ乗っ取り？そんなことある？てか誰？マシ君は？ゴーレムさん！手術にビビって泣きべそかいている情けないガキがこの町にいると聞いてよ。俺様の歌でケツをぶったたいてやろうと思って駆けつけてやったんだ。うわあ！ゴーレムか、ウルフさん！そいつがねえと始まんねえだろ、ゴーレムガウルフ！お前ら！野生の宴が始まるぞ！What's up for you?
おい、はあ、最高。ああ、いいコンサート、いや野生の宴だったな。僕もう死んでもいい。それはマジで勘弁してくれ。あのとても感動しました。僕ずっとファンで、今日は本当にありがとうございました。おう、治療は頑張れそうか。はい、手術頑張ります。本当はまだちょっと怖いけど、ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。はっ、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな。春日さん、俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史と言って封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュトロピコとしても、ゴーレムガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。あんたがそう考えられるようになったなら何よりだ。遠回りだったかもしれねえが、無駄なことなんてなかったな。どっちの姿もかっこいいよ。頑張れ、ゴーレムガンウルフ。まだまだぶちかますぜ。大地の叫びを聞け、ポテト天国。イエーイ。これは売れないかも。